白金高輪駅。白金高輪駅は、東京都港区高輪一丁目にある、東京地下鉄、東京メトロ、東京都交通局、都営地下鉄の駅である。東京メトロの南北線と、都営地下鉄の三田線が乗り入れている。当駅から目黒駅までの間は、南北線、三田線の重複、共用区間であり、この区間は、東京メトロが、第一子鉄道事業者、 東京都交通局が第二種鉄道事業者である。そのため、当たり駅と白金台駅は、東京メトロと東京都交通局が同一構内を共用する共同使用駅、東京メトロの管轄駅、目黒駅はさらに、東京急行電鉄を加えた3事業者の共同使用駅、東急の管轄駅となっている。そのため、都営の規格乗車券などは購入できないが、 改札に通すことはできる。駅番号は南北線が N03、三田線が I03 となっている。白金高菜は駅と読まれる場合もあるが、当駅の正しい読み方は白金高菜は駅であり、落音はつかない。この詳細に関しては、由来となった地名の片方である白金の項目も参照。この駅名は複数の地名、白金と 高輪に由来する。他の例では、若松河田駅、落合南長崎駅、多め池山農駅、小竹向原駅、清澄白川駅、牛込神楽坂駅などと同様の複合駅名であり、白金高輪と称する地名そのものは存在しない。なお、開業前の歌唱は、清正港前駅となっていた。清正港前の歌唱は、都電の停留所に由来し、 飛ばすの停留署名として現存していたため、決定に近い箇所だったとされる。南北線の開通の見通しが立った当初より、配布されていた、首都圏地下鉄路線図開通前で、南北線は、路線が、点線表示にも駅名は、清正港前として載せられ、車両の行き先表示にも、清正港前表示が用意されていた。しかし清高、清正佐は、 駅から少し離れており、白金台にある。対して、白金高輪駅は、八金と高輪の境界にある。加えて、白金台には、南北線白金台駅ができる予定で、駅名を、清正港前にすると八金あるいは高輪に、関係した名前の駅ができず、白金台区域の地名表示駅が二つできることになる。また、地元の一部では、陸坂、八金一丁目。 白金志田町を駅名にしようとする動きもあった。右予曲折を経た結果、地元の町会が白高町会に改名されていることにもちなみ、二地区の住所表示を取り入れた。現在の駅名に至っている。島式ホーム2面4線を有する地下駅。外側2線を三田線、内側2線を南北線が使用し、方向別に配置されている。 両路線の目黒方面から来た列車が同じホーム1.2番線に目黒方面への列車も同じホーム3.4番線に発着する構造のため同じ方向の列車間の乗り換えをスムーズに行うことができる対面乗り換え駅である東京メトロ都営地下鉄でプラットホームと改札口を共用しているこのため両社東京都交通局が 民間鉄道事業者ではないため同事業者の公式である社を使用の接続駅でありながら中間改札なしで乗り換えが可能となっている。この点は西隣の白金台駅も同様である。改札街とホーム階の間にはエスカレーターとエレベーターが設置されている。 それ以外にもエスカレーターは改札外コンコースと各室入口管をエレベーターは改札外コンコースと1.2番で入りを連絡しているトイレは改札内にあり多機能トイレも併設されているホームにはフルスクリーンタイプのホームドアが設置されている自動券売機は東京メトロと都営地下鉄の2種類のものが設置されているので目的地に応じた 券売機を利用する必要がある。ただし、白金台駅、目黒駅への乗車券購入は、東京メトロ、都営地下鉄の、ちらのものを利用しても差し支えなく行える。なお、IC カードの取り扱いは、東京メトロの券売機のみ対応している。また過去には、東京メトロの定期券発売所が設置されていた。出店、東京メトロ、駅構内図、出店、都営地下鉄、 駅構内図。白金台駅肩に引き上げ線があり、南北線、三田線とも、当駅終着の列車は一旦引き上げ線に入った後、始発列車として1.2番線に入線する。この引き上げ線は、東京メトロ専用、都営地下鉄専用と分けず、両線の列車が2本の線路のどちらを問わず使用する。これは、ラッシュ時には、南北線より、 三田線の列車本数の方が多いことによる。なお、ラッシュ時に当駅の引上げ線が満杯になった時の対策として、南北線で麻布十番折り返しの列車が、三田線でおなりも折り返しの列車。現在は、回送列車と市運転列車のみがそれぞれ設定入れている。これとは別に常時の非常渡り線、両渡りシーサスが南北線の麻布十番側に設置され、 これを使用しての折り返し運転も可能となっている。この場合、引上げ線は三田線専用となる。2003年3月19日のダイヤ改正では、昼間時間帯に、目黒白金高輪間を増発により、埼玉高速鉄道線浦和美園及び、三田線にした鹿島平方面からの列車のそれぞれ、およそ半分が東駅終着とし、 一方の路線で当駅終着となる列車のほぼすべてが、もう一方の路線の目黒方面域の列車に接続するようになり、当駅での時間調整を減らした。同様に、目黒方面からの一方の路線の列車はもう一方の路線の始発列車に接続していた。しかし、2008年6月22日のダイヤ改正により、両方向とも、 東急目黒線武蔵小山駅での緩急接続が増えたため、当駅での列車の接続は減少した。2003年11月1日に、浦和美園高島平間で運行された特別列車、クルットレインは、乗客を乗せた状態で当駅の引上げ線で、進行方向を変えて、南北線から三田線に移った。車両は、東京急行電鉄、 2005年9月17日から同年10月16日まで、三田線、目黒線、南北線直通運転5周年記念企画、アニマル横町時同期号号スタンプラリーが開催され、駅構内の柱やベンチなどにアニマル横城のキャラクターが貼られていた。開業以降の1日平均乗降人員は、下表の通りである。 開業以降の1日平均乗車人員は、下表の通りである。最寄りの停留所は、目黒通り、桜田通り、東京都道305号芝新宿王子線にある、白金高輪駅前と高輪地区総合支所前、及びに出口の先にあるビク坂下である。以下の路線が乗り入れ、東京都交通局、東急バス、富士エクスプレスにより運行されている。この シェラトンとホテル東京に東京空港交通、リムジンバスの成田空港業、羽田空港港が発着している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。